永久駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。アマゾン、アンバスケードを踏まえた第一次世界大戦後発の両彩駆逐艦として1927から8年度で9隻が建造された。第一次世界大戦終結後のイギリス海軍は大戦中に膨れ上がった駆逐艦戦力を整理するため老朽艦の退役処分を進めるとともに 戦時計画で建造に着手していた未成艦50隻の建造を継続していたことから、しばらくの間、駆逐艦の建造は行われなかった。その後、1924から5年度で、まず改め、w 級駆逐艦をもとに、対戦の戦訓や新しい技術を盛り込んだ新型駆逐艦のプロトタイプとして、ソーニクロフト社が、アマゾン、ヤーロー社が、 アンバスケードを建造した。この成果を踏まえて、1927から8年度で建造された量産駆逐艦が本級である。また本級をもとに大型化した共同艦として、コドリントンも建造されたほか、翌年度計画で建造された B 級は本級の紹介性型である。設計面では、概ね、アマゾンのものが踏襲された。選手楼型。 日本煙突という基本構成や、艦内の触角配置も同様である。ボイラーは、海軍本部の設計によるアドミラルティ式三動型水管ボイラーを搭載した。蒸気製浄は、圧力 300LBF、インに、温度摂取315.5度であった。タービンは、パーソンズ式、オールギアードタービンであり、独立した巡航タービンは持たず、 高圧タービンの中に設ける方式とされた。これらの機関構成は以後の環球でも踏襲された。なお本球ではプロトタイプ艦と比して航続距離を40%以上延伸して作戦海面を北大西洋海域にまで拡大した。また3番艦、アケロンは試験的にソーニクロフト式の高温高圧水管ボイラーを搭載しており蒸気成長は 圧力 500LBF インに温度摂取398.9度であった。これによる燃費改善効果は顕著であり、本級では標準的には 368gHPh であったのに対し、同感では 276gHPh となった。しかしタービンの不具合などから本格的な試験には至らず、 A 駆逐艦の高温高圧化は1942年度計画のバトル級駆逐艦まで先送りされることとなった。なお電源としてはディーゼルエンジン駆動の低白発電機の搭載も検討されたものの人員配置の面から実現せず結局プロトタイプ艦と同様に出力 40kW の蒸気タービン発電機2機の搭載となった。並走面では プロトタイプ艦の構成をもとに改良、強化を図っている。艦砲は、改め、w 級以来の45口径 12cm 砲4門装備が踏襲されたが、従来は野砲を転用した、螺旋式の砲であったのに対し、本級では、鎖線式の QF4.7 インチ砲、マーク9として、発射速度の向上を図った。また砲立ての形状も改善され、 砲員の足元まで防護できるようになった。2番砲に60度の行角が取れる CP マーク13砲画を採用し、広角砲を兼用させることも構想されたが、これは実現せず、全砲が行角30度深く10度のマーク14砲画と組み合わせての搭載となった。水雷兵器の強化も図られており、従来の駆逐艦が21インチ魚雷発射艦を3。 連装2機搭載していたのに対し、本級では4連装2機とされた。また、艦隊の毎時総会などのための対、機雷戦兵器として、戦時中に用いられていたパラベーンを改良した二足駆逐艦装会具が開発され、本級より装備化された。第二次世界大戦の勃発後には護衛駆逐艦への改装が行われ、生き残っていた艦を対象として、 271型レーダーの装備や後部魚雷発射艦をバーターとした45口径7.6センチメートル広角砲の搭載や対戦爆雷搭載数の増加などが行われた。イギリス海軍向けに通常型8隻共同艦1隻の合計9隻が建造されたほか、カナダ海軍向けに2隻が建造された。第二次世界大戦の当初から国使されたため、 ノルウェー沖海戦において、アカスタとアーデントが撃沈されたのを筆頭に、対戦終結までにカナダか西隻を含む8隻が失われた。対戦を生き延びた3隻も、戦後間もなく、大役の上解体された。サグネート、スキーナはカナディアンリバー級駆逐艦に分類されることもある。カナディアンリバー級は14隻存在するが、サグネート、スキーナ以外はすべて、 イギリス海軍から引き渡された中古の C 級、D 級、E 級、F 級、G 級、H 級駆逐艦である。ありがとうございます。